皆さん毎度でございます。今日はね、第46回目の給油、46回目やったと思うけど、行ってきました。行ってきましたよね。もうガソリン満タンやもん。さっきガソリン入れてきたんやけども、今日は、今から兵庫県残すところあと2つのダムと GSR の 250F で初めての岡山上陸っていうことで、岡山のダム2つダムカードをもらいに行こうと思ってるんですけども、まあ行きしないね。まあ7時出発って言うてて、ただいま何時、7時49分です。まあということで、ちょっとガソリンを入れてきました。今から岡山へ向かう途中なんですけども、まあお盆休みに行ったダムツーリングの編集もまだ終わらず、全て終わらずやね。まあ終わるのを待ってるとツーリングに行かれへんので、まだツーリングに行っています。それと、まあ最近のお買い物、最近のお買い物は前回のツーリングでも痛感してる、バッテリー、 GoPro のバッテリーやね。 GoPro のバッテリーの劣化による録画時間短縮というか、まあ要するに短くなってんねや。バッテリーの持ちが悪くなってると、まあまあタイムスタンプ、まあまあ動画を見てみると1本でだいたい45分前後で、全てバッテリー切れを起こしてます。それで、あれや、前も GoPro の GoPro ヒーロー4のシルバーを使ってんだけども、マイクアダプターがおかしいなと思って調べると、もう GoPro ヒーロー4の、外部マイク使えるアダプターがもう売ってないんやね。でサードパーティー製のが売ってるだけって言うてて、で GoPro ヒーロー4のバッテリーもまあまあこんなもん、もう5も出てだいぶになるし、もうそのうちになくなるんじゃないかと。この GoPro ヒーロー4、GoPro、私の GoPro もちょっと怪しいところがあって、次変えようかなと思ってたんやけど、まあまあファントム絡みでいっぱい出費が重なってちょっともうちょっと使おうということで、まだ売ってるうちにバッテリーを変えました。まあ、サードパーティー製のんで、以前に初めに買うたやつが、まあ、有名なわさびって書いてある、バッテリーを買ったんですけども、今回はなんちらかんちらかんちらもうなんちら好きやなっていう、まあ、それももう一つ GoPro の、サードパーティー製のバッテリーで有名な、やつやねんけど、何やったかな、忘れた。わさびって印象に残るんやけど、もう一個が忘れた。を買いました。なんや、バッテリー3本と3本充電できる充電器と、で USB のケーブルと充電用のな、まあついてて2000何ぼや、2180円か、なんかそんなんやったわ。もう早こうとかのなくなるし、まあ前から安いのは知ってたんやけど、3本セットで2180円やったかな、思い切って、まあ思い切るほどでもないんやけど買いました。今日は、GoPro のバッテリー6本体制です まあ今まで3本体制で運用しててぐるぐる充電しながらやってたんですけども、今回からは6本体制です。まあこれでやな、おそらく
その6本のバッテリーだけでまあ5時間は取れるんちゃう。まあこれでまあ GoPro、 私の GoPro、 まあ、まだ潰れてないと思うんで、しばらくまだまだ運用したいと思います。なんか GoPro 買って2年かな、そうや、もう丸2年やわ。そうやな、バイク買って丸2年やわ。これまあ2年間よう頑張ったんちゃう。まあもう2年、まあバッテリーまた3つ買うたんでもう2年は頑張っていただきたいと思いますわ、私の GoPro。 まあもうまだ2年やってるかどうかは別として、まあっていうことでバッテリー6本体制になりましたっていうお話です。そしたらこれから兵庫県最後の2ダムと岡山初上陸、まあ、先に岡山から戻ってきてのダムやねんけど、兵庫県のダムやねんけど、行きます。